はい、どうも皆さん、こんにちは。エずせッコです。それでは今回なんですけども、11月 D 払いお買い物ラリーで最大50%還元、スーパードラッグストア、ホームセンター、美容院などで、コード決済をしてお得にということで、11月もやってきました。D 払いのお買い物ラリーの最新情報ですね。10月のお買い物ラリーより若干ルール変更されているところもあるので、まあそちらも含めてですね、最後まで見て楽しんでいただければと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、今出てる通りですね、D 払いお買い物ラリーということで、11月はスーパードラッグストアなどということですね。まあ、後ほど詳細のお店はお伝えします。で、初めて D 払いを利用される方は最大で50%還元。そしてこれまで D 払いを利用されてる方は最大で30%還元を受けることができます。で、このキャンペーンですね、参加するためには必ずエントリーが必須となってまして、で、あとスタートする日付なんですけども、今出てるように11月の2日の月曜日からとなります。11月1日 の日曜日曜で、ははなななくて11月のの2日からとなりまますすでここは間違いないようにお願いしますで、まあ、先ほどもちょっとお伝えしたかもしれないんですけども、今出てるように、利用した加盟店舗数が増えると D ポイントの還元率がアップということで、その初めての方はどういった方が対象かというと、ここに出てる通り2018年の12月から2020年の10月までにご利用履歴のない方ですね、それが初めて利用される方というふうにくくられます。 で、そういった方の場合は、一加名店利用することで30%還元。そして、二加名店の条件をクリアすることで最大の50%還元まで受けることができます。で、これまで D 払いを利用されたことがある方に関しては、一加名店を利用することで10%還元。プラス、二加名店以上を利用した場合は、プラス30%還元まで受けることができます。で、今回の支払い方法というのは大きく2つ分かれておりまして、 まずはご覧のようにコードを見せる加盟店ですね。普通にいつも通り自分自身のバーコードをお店側に提示すると、そういった方法で決済して、もしくは D バレでの読み取る方法というのもあるので、お店側のバーコードを読み取って決済するという、この2つをすることで、 大丈夫です。で、先ほどのタイトルの時にちょっとお伝えしたかもしれないんですが、ちょっとした前回の時と含めてのルール変更なんですが、今回は D ポイントカードの提示っていうのは必要ではないんですよね。前回の10月のお買い物ラリーの時は D ポイントカードの提示が必要だったんですけども、今回は普通にもう D 払いで決済するだけで大丈夫ということですので、もう D ポイントカードのことは忘れていただいていいと思います。そして気になる11月のお買い物ラリーの対象加盟店なんですけども、大きく6つに分かれております。スーパー、ホームセンター、美容院、ドラッグ、 ストアはクリーニングそのとということで,す、ね、で、すねまずスーパーなんですけども、今出てるように、山や東急ストアとか、プラント、フレスタ、伊藤、ヨカド、富士、コープ、サミット、大ワと、他のですね、お店の情報に関しては、ここの見せる加盟店であったりとか、読み取る加盟店というところをタップしたら、ここに出てないお店がずらっとで一覧で出てきますので、もしかするとご自身が住んでる地域のスーパーが対象かもしれないので、ここはぜひチェックしてみてください。 で次にドラッグストアのジャンルなんですけども、ツルハグループであったりとか、ウェルシア薬局、松本清志 V ドラッグ、ドラッグセイムス、ここからファイン3ドラッグ、杉薬局、そしてね、まあ九州にお住まいの方であればよくご存知かと思うんですけども、ドラッグストア森も今回は対象となります。これは結構個人的には嬉しいですね。 で、次に、ホームセンターのジャンルですと、有名なお店であれば出てるように、東急ハンズとか今回が対象のお店となります。あと、ホームセンターのジャンルで、僕、福岡に住んでるんですけども、九州だとね、よくあるホームセンターで、こちらグッテーというところも今回対象となります。そしてですね、今回こういったジャンルが対象になるんだということで、個人的にびっくりしたんですけども、クリーニングであったりとか、美容院も対象となります。あまり普段僕、クリーニング利用することはもうめったにないんですけども、もしね、スーツとか利用されてる方であれば、まあ、かなりお得に出すことができると思うので、まあもしね、こういったクリーニングであったりと とか美容院というのが対象の加盟店としてあればまあ、結構お得にねクリーニング出すこともできますし美容院でね髪の毛切ることもできるのでいいと思いますねで最後もう一つですねその他のジャンルなんですけども今回はチャージスポットというのが対象となります これですね、僕が住んでる福岡でもちょくちょくね、見かけるんですけども、モバイルバッテリーのレンタルサービスとなってます。まあ僕自身普段モバイルバッテリー持ち運んでるので、あまり使う機会っていうのはないんですけども、もし出先とかで、あバッテリーが少ないっていう時に利用される方は、このモバイルバッテリーのね、チャージスポットを使ってみるのも結構いいと思いますね。で、今回のね、お買い物ラリーの対象の加盟店を探す方法ということなんですけども、これを覚えておくと便利がいいと思います。 やり方めちゃくちゃ簡単なんですけども、まずは D 払いの画面を開いていただきまして、ここの右下のところにお店というところをタップしていただくと、ご覧のように D 払いが使えるお店が一覧でずらっと出てきます。 ここに出てる現在地キーワードから探すというところをタップしていただくとご覧のようなマップが出てきます。で、D 払いが使えるところがこういったような吹き出しが出てるんですが、ここにですね、お買い物ラリー対象という風にフィルターをかけるようなところがあるので、ここを実際にタップしていただくとご覧のような D 払いのお買い物ラリーの対象のところだけの吹き出しが出るようになります。まあ見ていただいたらわかるように、ここにプラス10%還元という風に出てるので、ここのお買い物ラリーをつけたらすぐにフィルターをかけてお店を探すことができますので、 ま、今画面上に出てるのは10月のお買い物ラリーのマップなんですけども、11月始まった時にぜひこの方法を使ってみてください。そして残りの細かいところをサクッとお伝えします。まあ、先ほどもお伝えしたように必ずね、キャンペーン参加するためにはエントリーが必須となってまして、エントリーできる日付として11月の2日からということになりますので、ここは間違えないようにお願いします。で、D バレーの決済方法として見せるパターンと、 もしくは読み取る方法であれば、そういったものが対象となります。で、次に D ポイントの付与上限なんですが、2000ポイントまでとなってまして、付与されるポイントは D ポイントの期間用途限定のタイプが付与されます。で、今回ね、初めて利用される方と、これまで D 払いを利用されてた方で、 まあそれぞれ還元率っていうのは若干変わってくるんですけども、例えば初めてリーバラを利用される方の場合は、1加盟店であれば30%還元になるんですけども、その場合は6667円使ったら上限の2000ポイントに到達しまして、2加盟店以上、 ですね。これをクリアした場合は50%還元となりまして、4000円使うことで、付与上限の2000ポイントに到達します。で、これまでね、D 払いを利用されてた方ですね。まあ僕の場合はずっと利用してたので、これに該当するんですけども、そういった方の場合は、1加盟店利用することで10%還元となるので、その場合は2万円使った場合、2000ポイントの付与上限に到達します。 で2加盟店以上です、ね、使った場合30%還元となるのでその場合は6667円使った場合付与上限の2000ポイントに到達するということになります。 そして、この D ポイントが付与される時期なんですけども、2021年の1月末以降順次ということですので、まあこれもね、忘れた頃に付与されるんじゃないかなと思います。次にですね、D バレン支払い方法ということなんですけども、今回対象となる支払い方法として、電話料金合算払いであったりとか、D カード、D カードのクレジットカードの方ですね、これで支払うパターン、そして D バレンの残高で支払うパターン、これのいずれかで決済すれば、今回のキャンペーンの対象となります。次に、キャンペーンの対象外となる支払い方法として、D カード以外のクレジットカードを 付けてたりとかあと D カードプリペイドあとはですね D 払いの ID 決済でも対象外となりましてあと D ポイントの支払いも対象外となりますそして還元率のアップ条件ということなんですけどもここ数ヶ月ね D 払いのお買い物ラリーが開催されてたのでまあ、参加された方であればある程度この条件については把握されてるのかなと思うんですけどももしね このキャンペーン初めて参加される方のために簡単にお伝えします。まあ、先ほどお伝えしたね、プラス30%であったりとか50%還元。そこのこの1加盟店とか2加盟店、どういったくくりになるのかというところなんですけども、まあ、例えば、ツルハドラッグのみで1回利用した場合、この場合は1加盟店クリアということになります。ここは大体 OK ですよね。次にですね、このツルハドラッグのゆずひこ店というところで1回利用した場合、プラスツルハドラッグ鬼まれ店というところで1回利用したら、この場合どうなるかというと、 一加盟店のみのクリアとなります。ここはもう間違いないようにしたいところですね。そして、ツルハドラックで一回利用して、そして東急ハンズで一回利用した場合、この場合は二加盟店のクリアということになりますので、まあ、当んね、もう別々のお店でそれぞれ使った方が一番わかりやすいのかなというふうに思います。まあ、なのでね、もう簡単に言うと、もう本当ただ単に2店舗別々のお店で使えば条件はクリアすることができるので、まあ、初めてね、D 払い利用される方もそうですし、これまで D 払い利用される方も、 条件としてはめちゃくちゃ簡単だと思いますので、とりあえず、これをクリアすれば OK ですよ、ということになります。で、あとですね、キャンペーンのページ、先ほど解説したこのページの、 ここの部分にですね、今出てるように、11月6日、っこ予定より、買い回り数をご確認いただけますというふうに出てます。ちょっとね、この部分が今グレーアートになってるんですけども、現在の D ポイント還元率を確認するというところを実際にタップしたら、ご覧のようにおめでとうございます。あなたの現在の対象お買い物ラリー加盟点数は3加盟点以上です。D ポイントプラス50%還元というふうに出てくるので、実際に自分がこの条件をクリアしてるかどうかというのは確認することができますので、これもぜひね、覚えておいてください。 たまにですねこの部分の画面がうまく反映されてなかったりする場合ももしかするとあるかもしれないのでその時は一応ね D 払い側に問い合わせて確認するのが一番ベストだと思いますで最後になんですけども D 払いをまだ利用されてない方向けのキャンペーンというのが絶賛開催中なんですけどもそれが今出てる通りですね初めてなら全員に D ポイント2000円分を還元されるというキャンペーンが開催中でございます ちょっとまあ細かい条件のところは省くんですけどもざっとこんな感じとなってまして得点1街のお店で初めての利用なら1000円分で得点2ネットのお店で初めての利用なら1000円分これら全部を含めて合計で最大で2000円分まで D ポイントを還元を受けることができますので まあ今回のね、お買い物ラリーを初めて使う、そしてこの初めての方限定のキャンペーンを合わせてね、使うことができればめちゃくちゃお得だと思いますので、今回のこのタイミングで D 払いを始めてみるのも結構いいタイミングだと思いますね。 まあそんなこんなで今回は11月の D 払いのお買い物ラリーについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあこのねお買い物ラリーはまあほ今3ヶ月ぐらい多分続いてるのかな。毎回発表されるたびにどのお店が対象なのかなというふうに調べるのが結構ね楽しみになってきつつはあったんですけども。 ま、ちょっとね、12月のお買い物ラリーの情報っていうのがこのキャンペーンページに記載がなかったので、ちょっと12月どうなるんだろうなっていうちょっとした不安もあるんですよね。もしかするとこれで終わるのか、またギリギリぐらいで発表されるのかっていうのはちょっと気になるところではあるんですけども、またこれに関しての最新情報があればね、その際に動画でお伝えしたいなというふうに思います。 で、まだね、リーバダイのインストールされてない方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にインストールするリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。